はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいです。それでは今回なんですけども、AU プリペイドカードが届くはずが、まさか届いたカード券面は、<laughs> 使い方や設定方法など解説ということで、今回はですね、a u p a y プリペイドカードの話題ですね。この動画では、そのプリペイドカードの特徴ですとか、設定方法をお伝えするんですけども、それをお伝えする前に、動画の前半はですね、カード発行に関して少し一悶着ありましたので、まあ、それも含めて最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう それでは早速お伝えする前にですね、まあこちらの動画覚えてますでしょうかまぁ一週間ちょっと前ぐらいの動画なんですけども、au 自分銀行の解説と、それと含めて au pay p r e p a カードの準備という動画をですね、アップさせていただきました。まあその時に自分銀行のまず解説から行いました。 で、そこからの動画の続きということで、まあ見ていただきたいと思うんですけども、まあその時の動画の時に AU 自分銀行の解説の手続きを行いまして、まあ無事にですね、キャッシュカードが到着しました。約まあほんと5日程度かなり早くて届きましたね。で、その届いたカードがこちらですね、<laughs> AU 自分銀行ということで、これは AU 自分銀行のキャッシュカードで、それに加えて、まあ一応もう僕の方で設定とか、もうすでに完了してる状態となっております。 まあ結構設定もですね、ものの5分も10分もかからないぐらいですぐできたので、かなり設定自体はめちゃくちゃ簡単でございました。で、このキャッシュカードが到着した後に、まあその時の動画でもお伝えしてた AUV プリペイドカードの発行をですね、実際に僕の方で行いました。 で、この発行するためには、まあ、必ずその au ユーザーであれば普通にプリペイドカードの発行できるんですけども au ユーザー以外の方に関しては必ず au 自分銀行の解説がまず必要となるのでもし発行される際はですねまず au 自分銀行を解説してその後に aupay プリペイドカードの発行というような手順となりますちなみに発行手順めちゃくちゃ簡単です aupay のアプリがあるんですけどもそこからここにですねカード申し込みという欄があるのでここをタップしますそしたら真ん中にですね a u p イプリペイドカード を申し込むというところがあるのでここをタップしてあとは画面に沿ってですね au 自分銀行と紐付けてまあそういったところの入力が終わったらこれで au ペープリペイドカードの発行が完了となりますで大体ですねカードの到着自体はこれも早かったですねまあ1週間もかからないぐらいでまあ自分の手元に届いたんですけどもでここからがですね今回のサムネとタイトルと紐付いてくるところではあるんですけども まあ今出てるようにカードが到着したんですが、点点点ということで、まあそのですね、実際に届いたカードも見ていただきたいと思います。それがこちらですね。ドンということで、<laughs> au ウォレットプリペイドカードというね、 もう、あの、これも僕のツイッター見られた方ならわかると思うんですけども、まあ、ここ見ていただいてわかるように、まさかね、僕が欲しかったのは aupay プリペイドカードが欲しかったんですけども a u ォレットプリペイドカードが届いたということでございました。まあ、その欲しかった aupay プリペイドカードがこちらなんですけども、ま、懸命見ていただいてわかるように <laughs> aupay っていうのがですね、記載されているので、これがですね、ずっと欲しかったんですけども、まさか届いたのが こちらの au ウォレットプリペイドカードということでございました。で、前回のね、その au 自分銀行の解説の動画の時ももしかしたら言ったかもしれないんですけども、もし aupay プリペイドカードを発行する場合は、今だと au ウォレットカードではなくて aupay プリペイドカードが届きますっていうことで、一応僕も電話で2、3回ぐらい、まあ、問い合わせてですね、確認をして、あ、aupay プリペイドカードが届くんだなっていうのを確認した上で発行したんですけども、まさかのですね、 こちらのカードが届いいたってううような状況で、ございましたで、まあ、ここはですね、まあ、僕は YouTuber ということもあってですね、まあ、念のため、今回、この a ウォレットプリペイドカードが届いた上で、念のため、あの、コールセンターの方に電話をしました。もちろん、その、クレーマーとかではなくて、もう、確認のためにですね、電話をしまして、 で、オペレーターさんと、まあ、話す上でめちゃくちゃすごい丁寧なオペレーターさんだったんで、すごい心地よかったんですけども、まあ、実際にその僕が届いたカードが AU レットプリペイドカードではなくて AU レットプリペイドカードだったんですけども、これって何かの間違いですかね的な感じで聞いたんですけども、そしたら、回答としたら、公式ホームページにあるように、カードは順次本デザインに切り替え予定ですというようなお返事をいただきました。 ま、これもね、少し、その時の動画でもお伝えしたんですけども、ご覧の通りですね、米印、カードは順次、本デザインに切り替え予定です。切り替え前は、a ウォレットプリペイドカードのロゴのデザインとなります。という風に、これは、公式ホームページにこんな風に書かれていました。 で、現時点では、まだ AU ウォレットプリペイドカードの件面で発送されますということでしたので、まあ、本当にね、僕も前回その電話したとき、まあ、2、3回電話したときは、一応その確認の上、3名のオペレーターさんだったんですけども、その方からは一応案内として、AUPay プリペイドカードの件面で届きますっていうふうに言われてたんですけども、 まさかのね、エイオレットプリペイドカードで届いたっていうことだったので、まあ、個人的にはすごいびっくりしました。まあ、先ほどの順次デザインが切り替わるということだったんですけども、 もしですね、aupay のデザインに切り替える際は、公式ホームページにてアナウンスされますということでしたので、まあ先ほどここにも出てた、順次切り替え予定ですというようなのは、どこかのタイミングでまあ変わるということとなります。いや、まさかね、僕としたら別にその機能としたらもちろん全然同じなので、問題はないんですけども、まあできれば、まあ新しい aupay プリペイドカードの剣面が欲しかったなっていうのは、 ちょっと思っております。で、オペレーターさんいわく、もしそのデザインが切り替わるときに、AUP プリペイドカードとして再発行できますかっていうふうに聞いたら、まあ一応その時はまた問い合わせてみてくださいというようなご回答でございました。なのでまあそんなにね、AUP にこだわりっていうのはないんですけども、まあ ちょっと気分的に AUPay プリペイドカードに切り替えたいなっていう時は、またその時は、またあの、問い合わせて確認をしてみたいと思います。以上がですね、この動画の前半の一問着があったということでございました。ということで気を取り直してですね、この AUPay プリペイドカードの特徴をですね、解説をしていきたいと思います。結構ですね、この AUPay プリペイドカードって、まあ、なんちゃかんちゃすごい便利そうなカードだったので、まだちょっと箱検討されてる方は少し参考にしていただければなと思います。で、ざっと特徴をまあ、ポイントポイントでもピックアップしてみました。 ま、それがこの5つなんですけども。 まず一つ目、年会費無料で、ポンタポイントが貯まるということですね。まあ、プリペイドカードなので、まあ、発行自体はもう無料でできます。で、まあ、少し前からね、aupay ももうポンタポイントと投稿したということで、まあ、かなり、ポンタポイントも貯めるところも結構あったりするので、ポイント自体は貯めやすくなってるのかなと思います。で、次に、マスターブランドということで、まあ、プリペイドカードで、マスターブランドで、まあ、ここにも出てるように、マスターカードのロゴが入ってるということですね。なので、もしね、マスターカードが使えるところであれば、このプリペイドカードも使えるということになります。 なりますで、還元率なんですけども、一応ここに書いているように、200円で1ポイント貯まるということになります。0.5%還元ということですね。まあ、プリペイドカードではだいたいこれぐらいの還元率が、まあ、王道っちゃ王道ですね。で、他にもですね、ポイントアップ点とかあったりするので、まあ、そういったところは公式のホームページとかでチェックしてみてください。ぜひですね。そして、こちら、チャージ方法が豊富ということで、結構まあ、プリペイドカードにしては、かなりチャージ方法多い方なのかなと思います。ちょっとまだ僕の知識が浅いので、まあ、なんとも言え ないとこでではあるるんですけども僕が知っている限りまあ一応ですね、aupay、うん、プリペイドカードのチャージ方法をこのままピックアップしてるんですけども、まあ今出てる通り、au 自分銀行はもちろん、あとポンタポイントでチャージができたりとか、セブン銀行 a t m のチャージ、ローソンチャージ、au ショップでチャージ、aupay スマートローン、そしてクレジットカードと a u レッドチャージカードというような種類ですね。結構多いです。で、少し掘り下げると、このクレジットカードですね。 ま、一部だけ出させていただくと、こんな感じとなっております。マスターカードとアメックスであれば、発行元に限らず、すべてのクレジットカードでご利用いただけますということですので、ま、スマホ決済とかもそうなんですけども、アメックスでチャージができるのって、ま、aupay ぐらいなのかなと思います。なので、これちょっと珍しいなと思いますね。あとは、一部のビザカードであったりとか、JCB とかですね。で、ちょっとここには出してないんですけども、下の方にですね、このページの下の方にもあるんですが、楽天カードであったりとか、マスターカード、マスターカードの楽天カードであったり、 しても、まあチャージができたりとまあ、意外とまあ先ほどもお伝えしたように。まあチャージ方法っていうのはかなり多いのかなと思います。以上がこの au Pay プリペイドカードの特徴でございました。で続きまして、この au Pay プリペイドカードですね。これが届いたらまずやることということで、初期設定みたいなものですね。この au pay のまず画面から入っていただいたらここにですね。 カードが届きましたらご利用開始の手続きを行ってください。ご利用開始のお手続きというところのタブがあるので、これをタップします。そうすると、ご利用開始の手続きの画面があるので、この利用開始をタップしたら、これで完了となります。 あとはそのままチャージして使ってもいいんですけども、まあ、特にね、チャージを無理してする必要もないので、そのままもう設定したままの状態でも OK です。これで設定が完了ということですね。で、あとは一応僕 iPhone 使ってるので、Apple Pay にもちょっと設定しようかなと思いまして、Apple Pay の設定方法もお伝えします。まずそのままですね、カードを読み込んだら下の続けるというところをタップしていただいて、で、カードの種類のところで、 今回はプリペイドカードに該当するので、上の部分をタップします。そして、カードを読み込みができたら、これでカード認証というような画面が出るので、次をタップしたら、これで完了となります。でですね、まあもうすでに矢印が入っているので、もう見ていただいたら、わかる通り、ここの左上のロゴ、なんて入ってますかね。aupay って入ってますよね <laughs>。 悔しいですよね <laughs> まさかのね、自分の手元に届いたカードが a u ウォレットプリペイドカードなのに iPhone 側で読み込むと aupay というふうに記載がされてるということでまあもうこれはどうしようもないんですけどもこのイラスト通りの表情と僕はなりました まあそんなこんなで今回はまあ動画の前半は一悶着があったという話題とプラス A ウォレットプリペイドカードの特徴であったりとか届いたらやることということでまあ簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ今であれば AU ペアはねローゾンで使うとちょっとお得なのでまあその時にちょっと活用はしようかなと思ってますで今後はどんな風な使い方するかどうかっていうのはまあそのキャンペーンとかポイントのため方次第で変わってくるとは思うんですけどもまあその時ですね随時何かしらの情報があれば まあ、動画としてお伝えできればなと思います。今回お伝えした auPAY のプリペイドカードに関しての公式のリンクは下の概要欄に貼ってますので、気になる方はチェックしてみてください。で、もし発行される際はですね、まだ公式ホームページに順次切り替え予定っていう風に記載があったら、まだその時はですね、a u o r レットプリペイドカードが届く可能性が高いので、発行される方もですね、ここはお気をつけください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあ今日ですね、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、a u ペイに関連する情報なんですが、a u ペイって本当に決済するとき、たまにですね、この画面になってることないですかあの、ログインがされてない状態で出ることということですね。まあ多分セキュリティの関係で、まあ日にちが経ったら勝手にログアウトされる仕様になってると思うんですけども、これ結構ですね、僕焦るんですよね。うわ、ログアウトされてると思って、ローソンとかで決済しようと思ったら、もう、 レジ前とかで一気にこうログインをバババーってやったりして、で、その時に限って意外とアプリが重たいとかね、<laughs> あったりするので、多分こういった経験ある方も、この視聴者さんの中には何人かいらっしゃるのかなと思います。まあそれだけ AUP の利用頻度が今のところ少ないっていうのはあるんですけども、まあここはね、ちょっと一つ気をつけたいなというところではあります。ということで、ありがとうございました。